日目を迎えておりますが、踊り納めのチームが増えてきました。さあ声が聞こえてきました。ご紹介しましょう。山口県のチーム、山口大学よさこいやっさんの皆さんです。今年で6回目の参加となるチームです。さあ元気に踊っていただきましょう。高知のよさこい祭りに参加することで、やっさんのみんなが本場のよさこいを経験することができる。そうすることでやっさん全体のよさこいのレベルも上がり、高知の人々によさこいやっさんという団体を知ってもらうことができる。山口大学よさこいやっさんの皆さんです。会場にお集まりの皆さん、こんばんは。山口県山口市宇部市よりやってまいりました、山口大学よさこいやっさんです。実に6年ぶりにこの高知の地にやってまいりました。最後の最後、この高知城での演舞、我々の持てる思いを全て出し尽くしたいと思います。どうか最後までご声援よろしくお願いいたします。あの日誓った夢の舞台、苦難を乗り越えた我らならきっとこの地で輝ける。色褪せる願いを込めて。